岡市早良区にあるスイーツの専門店です。店内には甘い香りが広がり、ケースの中には美味しそうなケーキが並んでいますが、円安の影響でほぼ全ての原材料が値上がりしています。値上げというのはされているんですか？もうすでに2月3月で値上げしているんですけれど、ちょっと今上げにくいんですよ。一番苦しいのはやっぱり乳製品ですね。牛乳、生クリーム、この辺はもう大量に使いますので、この辺が上がるときついです。こちらの店は1日に20キロの小麦粉を使います。その小麦粉を含め、乳製品やピューレ、チョコレートなどはアメリカやヨーロッパなどから輸入していますが、この3ヶ月でおよそ 10% 値上がりしたといいます。原材料を安いものに変えると味や品質が変わるため、商品のサイズを少し小さくして対応しているということです。今のこの小麦粉の種類で、ちょうどいいっていう配合をもう何年もかけて作ってるので、それを変えるっていうことはまた研究する一からしないといけないので、その辺はちょっと苦しいですね。およそ24年ぶりの円安水準となる中、今後も日米の金利差が広がり円安が進む可能性があることから、中小企業は厳しい経営が続きそうです。